どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、私のチャンネルで紹介した、ネスレのね、またやばいキャンペーンが始まっておりますっていう動画で、紹介させていただいた、ネスレサンクスキャンペーンですかね。こちらで、まあ、8000円分のね、注文が、まあ、無料でできてしまうっていうね、まあ、すごいキャンペーンだったんですよね。で、私も今現時点でね、あのネスレの定期便って前は組んでましたけども、今組んでないんですよね。ですので、あの私のアカウントも妻のアカウント、まあ両方とも今回このキャンペーンね通ったわけなんですけども、今現時点定期便組んでないにもかかわらずね、今回このキャンペーンに応募することができまして、なんと本日到着いたしました。見えます？かなり大きいですよね。まあ、今回はねこちらを、開封ねしていきたいと思います。あのね、一応ね、何を注文できるかっていうのはね、サイトの方に見れるんですけども、まあ、実際どんな感じでね来るかっていうのをね、まあ、皆さんにお見せできればなと思います。結構ね大きめの、これ多分100サイズかなの段ボールだ。あ、100って書いてありますね。100サイズの段ボールで来ます。結構大きいですね。これがまあ我が家にね2つ、まあ、来たわけなんですけども、じゃあ早速ね開けていきたいと思います。いやー、本当にねネスレさんはこういう大掛かりなキャンペーンをですね、このなんですか、すごい太っ腹キャンペーンですよね。なんでこういうのやってくれるのか分かんないんですけども、昨年のね12月にもねサンタキャンペーンっていうのをやってまして、そちらもね無料で、あの時いくら分だったかちょっと覚えてないですけど、その時もまあ動画出してるんで、まあ見ていただければなと思うんですけど、でネスレさんだよね、これ絶対ついてくる緩衝材ですね。で中にはですね、こんな感じで注文した紙が、入っています。でまあ今回ね8000円分、まあ無料ということで、まあ、1円も払ってないわけなんですよね。まあ注文した分がそのままね、ポイント、お試しポイント利用みたいな感じで、まあポイント充填されて、まあ支払いはゼロということなんで、クレジットカードのね、情報もまあ入れないでね、まあ注文が終わったっていう感じなんですよね。では早速見ていきたいと思います。こちら、フルーツグラノーラ。大きいですね。こちらが、こんな感じですね。うん、でこちらはキットカットですね。北海道のいちご、こちらと東京ラムレーズン、すごい見たことない味ばっかりすごいですね。あと小豆サンド味、これも見たことないですね。いやーすごい。これが3つと、ミロ。ミロなんて入ってたかなちょっと覚えてないですけど、ミロ。あと、またしてもフルーツグラノーラ。3袋目。まあちょっと味が違いますけどね。で、フルーツグラノーラ。フルーツグラノーラ。4つ目。っていう感じですね。あと、こんなんありましたっけ。今日はポトフにしませんか、マギーブイヨン。こんなんあったかな。まあこれもいただきました。まああれですよね、コンソメみたいなもんですよね。いいですよね。うん、あと最後に、これが最後ですね。こちらはスターバックスの、ドリップコーヒーですね。あのコップとかにセットしてね飲めるやつですね。でプラスチックのコップが一緒についてきて、まあ繰り返して飲めるみたいなね感じで、まあこれね前回のサンタキャンペーンの時もね私もらって、まああのカップはね今も家に置いてあるんですけども、まあなかなかね持ち歩くっていうのは、まあ、なかなかないですけどね。まあでもスターバックスのコーヒーがまあ飲めるっていうのはいいですよね。で、あともう一個あった、あともう一個ありました。ザン、こちらはストロベリーチーズケーキ味のキットカットですね。いやーいいですね、うん、ですんでキットカットが4箱
でフルーツグラノーラが、まあ味違いますけども全部で4つ、うん、あとミロ1袋とスターバックスのコーヒーとマギーブイヨっていう感じですね。いやこれがね、まあ、今回これ全部、ね、無料でもらえたわけなんですよね、うん、いやすごいですね、うん、これフルーツグラノーラもね結構買ってる人まあいらっしゃると思うんですけど、これまあまあ高いですよね。昔私もねこれ普通に買ってたんですけども結構高いですよね、うん、っていうのにこれがね無料でもらえるってね、やっぱりねこのネスレさんのキャンペーンねすごかったですね。でこのキャンペーンなんですけども一度今ねもう閉鎖しておりまして、閉鎖っていうか、まあ、一応ねキャンペーンは一応今受け付けてはないんですけども、一応今ね現在、再開の方向で準備していますみたいなね感じで今キャンペーンサイト行くと表示がねされておりますんで、まあもし再開されたらですねまた私のねチャンネルの、コミュニティ欄でね、アナウンスさせていただきたいと思いますんで、もしねこのキャンペーン狙いたいっていう方はねぜひね私の動画のコミュニティ欄もねチェックしていただけたらなと思います。で一応ね今回のこのキャンペーンなんですけども一応対象者限定でどういうね感じで選ばれてるとかも全然わかんないんですよね。ですのでもしアカウントだけね作っておきたいっていう方は、まあ、概要欄にねネスレの、公式サイト載せておきますんでそこでねアカウントだけね持っといた方が無難かと思います。もちろんこれも、対象になるかどうかっていうのは全然わかんないんですよね、まあ、前回今回のこのキャンペーンが始まった時にずっと放置してね一回も組んだことない、ネスレのアカウントでも、まあ、今回このキャンペーンね利用できましたっていう人もいらっしゃいましたし申し込めたけど後からキャンセルになりましたみたいな人もねちょっと私のツイッターでねお友達へ教えていただいた方もいますんで、これがどういう条件でね、なってるのかも全然わかんないんですけども、まあそういうこともありますんで、まあひとまずはですね、ネスレのアカウントはもしねこういうキャンペーンがありますんでぜひねアカウントだけでも作っといていただけたらなと思います。合わせてですね今現時点でポイントサイト EC ナビに、ネスカフェバリスタ i っていうねコーヒーマシンの案件が今1万5000円でねポイント出ておりますんで、まあ、そちらの解説動画も、今年の頭ぐらいに作っていまして、そちらも概要欄にね貼らせていただいておりますので、もしねネスレのコーヒー、まあ、コーヒーをね定期的に飲んでる方であればこの案件はかなりおすすめですので、まあ、ちょっと見ていただけたらなと思います。いやねこのネスレのキャンペーンもこの今回これ無料だったわけですけども、前回の12月のもね無料でもらえたわけですし、まあ、今回もね無料でもらえたわけなんで、ぜひね次のキャンペーンのためにもですね最悪ね最低でもネスレのアカウントねちょっとね作ってみていただけたらなと思います。ちょっとね半年前ぐらいまでネスレのこのねアカウント登録だけでもポイントサイトに本当に300円とか500円とかでね案件あったんですけども、今もうなくなってしまったんで、まあ本当に無料でねアカウント作るか、まあ先ほど言った通りねネスカフェバリスタ i の案件ちょっと利用してみるっていうのもね、まあありなんじゃないのかなと思います。いやねちょっと次回のために本当にこの動画見られてる方はぜひアカウントだけでもね作っていただけたらなと思います。いややはりね無料でもらえるっていうのはね嬉しいものですよね。夫婦でね今回当選してますんで、このセットがもう一セットねあるわけですんで、ぜひね検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。いやーなかなかね外出れませんけども、この機会にですね、まあ、今回の動画はね、まあ、メインはこのキャンペーンの紹介だったんですけども、まあ、ポイントサイトでポイントを貯めてね、自粛が終わった後にね JAL マイル ANA マイルでね旅行行けたらなと思いますんで、ちょっと今のうちはね我慢してポイントサイトでポイント貯めていきましょう。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。